www.videonews.com。弁護団長の西島からお話しします。今日は大変いろんなことが一挙に起こりまして、今ここにいる弁護人の他に静岡にもいますし、それから他に、岡田さんと秀子さん、と一緒に行動している弁護人もおりまして、3グループ、4グループが都内、静岡に展開しております。順序立てて申し上げますと、今日午前10時に、私と秀子さん、そして小川弁護士3人が静岡地裁の1階で決定書の交付を受けました。決定の主文はですね、本件について再審を開始する、有罪の言い渡しを受けた者に対する、つまりこれは袴田さんですね、死刑および拘置の執行を停止するという、こういう画期的な決定でした。従来は再審の開始、よくてもせいぜい執行の停止というところだったんですけども、拘置の執行を停止する、つまり死刑執行のために身柄を確保して拘置所につなぎ止めて、その行為それ自体を停止するということですから、これは論理必然的に釈放しなさいということを言ってるわけです。そのこの決定を受けて、私どもは早速静岡地方検察庁に申し出に行きました。直ちに釈放せよ、不当な即時抗告の申し立てをやめようということを申し入れました。その申し出を受けて、というか受ける前から決定を彼らは受け取っておりましたので、庁内で慎重な審議をしていたようです。それは当然高検と最高検との協議の上だったと思いますけれども、その後、東京拘置所に面会に行った後で詳しく報告がありますけども、一挙に言葉進んで袴田さんの釈放まで結びつきました。今日さらに東京にいた私どもは、高検、最高検に、静岡地検が即時抗告の申し立てをしないように、身柄の関係は先ほど言いましたように釈放になりました。その前に静岡地検の方では、静岡 地裁が高裁の判断があるまでの間、自主的に職権を発動して拘置の停止するという、その執行を停止するというややこしいんですけども、これを、決定してくれということの申し立てをしたようですけども、静岡地裁はその職権の発動をしないということから、一挙に袴田さんの釈放が実現いたしました。それから高裁に対しましても、もし万一静岡地検から即時抗告の申し立てがあっても、直ちに即時抗告を棄却せよ、それから身柄に関する不服申し立てがあっても、それについても直ちに棄却せよということで、私たちなりには一応万全の措置を取ったつもりでした。それ以上に、決定の中身について若干のことを申し上げます。DNA 鑑定を正当に評価して、袴田さんの着衣ではない、確定判決が重視してた5点の衣類、これを完全に証拠から放逐しました。そして同時に弁護側で実験した味噌漬け実験の価値を高く評価しまして、これまでの一次再審や特別抗告審が言ったように、長期間味噌につけられてたもので、その疑う余地はないというふうに言ってたことが単なる思い込みにしか過ぎなくて、実際に実験やってみると、短期間の間に同じ状態が実現すると、つまり長期間1年以上にわたって味噌だれにつけられたものではないと、そのことは何を意味するかということで、これは重大なことであるということで、決定は筆を進めまして、捜査関係による捏造の疑いがあるというところまで言い切りました。それは単に5点の衣類に限らず、警察に投函されたと言いましょうか、警察宛てに、清水の郵便局に投函された現金入りの封筒、これも人為的な疑いがあるというんでしょうかね、工作された疑いがあるということで、
捜査の全般について強い疑念って言いましょうか、疑いがある、そういうことを背景にしながら単に再審開始決定するじゃなくて、袴田さんの身柄を直ちに釈放せよ、そういう結論に結びついた、そのことを詳しく決定書の中で述べております。つまり彼を釈放しないことは正義に反するということまで言い切って決定を結んでおります。そういう決定ですので、今袴田さんはお姉さんと一緒に時間を過ごしていると思います。あと詳しく拘置所で袴田さんの釈放を出迎えた弁護人がおりますので補足してもらいたいと思います。弁護団の弁護士の戸立です。私の方は今回の開始決定を受けて、本日午後3時前ぐらいにですね、袴田秀子さんとあと弁護団の岡島弁護士と3名で面会申し込みをしました。でそれで3名で面会をしたところ、まあ大体20分ぐらいですね、これも4年ぶりぐらいに袴田さんと会うことができたんですが、袴田さんと東京拘置所の6階の面会室で、立ち会い付きで面会をすることができました。で、開口一番袴田さんに、我々弁護士秀子さんの方から再審開始になったんだよと、で再審開始の決定書とですね、骨子の部分、主文を見せたり読み上げたりしました。袴田さんと本件について再審を開始すると、しかも死刑及び拘置の執行を停止すると、釈放されることになるんだよということも伝えました。でただご承知の通り袴田さんはこの長期間にわたる死刑確定者という状況に置かれて、いわゆる拘禁反応に置かれ、精神を病んでいる状態です。でここ数年面会も途絶えていたんですが、面会ができた時においても、もう自分自身のことは非常にこう意思疎通が困難で、自分はもう神であるとか、袴田事件なんてもうないんだとかですね、いうことをずっとおっしゃってました。で今日も再審開始なんだと言ったことについて特に反応することもなく、そんなこともう関係ないんだとか、嘘を言っちゃってしょうがないとかですね、そんなことは嘘なんだとかですね、あんたたちはもう関係ないからもう帰ってくれとかいう言い方を非常にして、こちらが再三にわたって袴田さん再審開始なんだよと、静岡地裁がようやく再審開始を認めたんですよと、私と岡島弁護士あと秀子さんがこう口々にですね、かなり、面会室の中で大声を出したり、して言ったんですけど、袴田さん自体はいやそんなこと関係ないということを言いました。でこちらからもぜひ今日の夕刊だとか下の朝刊だとか新聞見てちょうだいよということも言ったんですけど、新聞は見ちゃいけないことになってるんだとかですね、言ったりはしてました。なのでやはりまだこのこと自体が信じられないっていうことなのか、これまでの拘禁反応の状態がなかなか解かれていない状態なのかなというのも思ったんですが、盛んに我々わわ言って最後の方はだんだん袴田さん自身うんざりはしてきてはいたんですけど、ちょっと脈絡は読めないんですけど、法的なものはやるさとかですね、法的な手続きはやるんだとかっていうこともおっしゃったりしてはいたので、これは主観的な印象なんですけど、うすうすはなんとなく再審開始ということを理解はもしかしたらしてるんじゃないのかなという気はしました。でそういう状態で、あとは体調の具合とか血糖値が高くて、この3月からこれまで10階に東京拘置所でいたんですが、6階もそういう医療用の棟に移されたらしくてですね、心配だったので、体の具合はどうですかとかって聞いたら、粗食を心がけてるから大丈夫だというようなこともおっしゃってはいました。それで20分30分弱ぐらいですかね、面会をして、また来るからねと、で今度は新聞も差し入れるからねということを言って、分かりました。でそれが終わったのが4時半少し前ぐらいのことです。でその段階で、
面会が終わったところで我々弁護士と秀子さんが拘置所の職員から呼ばれて、まだ仮にですけど釈放された場合の段取りについてちょっとご相談しておきたいと言ったような、まあ、話がなされ、袴田さんの荷物であるとか拘置所に車で出迎えに来るんであればどういう車が来るのかとか、まあ、そういう実務的な処理のお話などをしながら、その間にですね、先ほど話した通り東京地裁が、執行停止、拘置の停止の執行停止という職権発動をしないんだという決定をしたことで、拘置所の側もいずれ、釈放式が検察庁から届くんだということで我々の方でさらに段取りを話し合っていたところで、釈放式が出されました。で東京拘置所の1階の応接室で我々待っていたんですが、そこで、まあ、打ち合わせとやり取りをしている間に袴田さんが職員の方々に連れられて、ひょっこり現れたというのが、まあ、大体5時ぐらい、5時ちょっと前ぐらいだったと思います。でその段階でも法的には釈放されたということです。でそこで、まあ、応接で我々秀子さんや弁護士とかと、まあ、会いまして、初めてというか私は初めてですけど、もう、40年ぶりにアクリル板越しではない生身の袴田さんが現れたということです。 でまあ本当に私自身何が起きたかわからない、まあ、目の前に袴田さんがいるのは理解してるんですけど、なんてことない形でフラッと現れた印象です。でその後隣にいる小川秀夫弁護士とかも現れて、こうやったねやったねという感じでやり取りしながら用意された車で、なんとか出ていったと。まあその間も袴田さん自身の様子は割と淡々と、まあ無表情といったらあれですけど、釈放するってことに関しては釈放なんだと言ったような言い方で理解はしてるみたいなんですが、特に喜んだりとかですね、お姉さんと久々に会ってこう再会をこう、喜び合って泣いて喜ぶとかいった感じじゃなくて、ちょこんと応接のソファに、座ってきょとんとしていたといった感じです。で状況としては私はそういう感じで対応して、今に至るということです。私からは以上です。小川です。私は先ほど6時半ぐらいまで袴田さんと一緒にいたんですけれども、袴田さん拘置所から車でずっと一緒だったんですけれども、袴田さんはもうほとんど喋らないで外を見ている様子でした。それでただ車にですねちょっと酔ってしまって、それで6時20分ぐらいですか、そのくらいに一旦休憩のために駐車場に入って、駐車場で止まったんですが、そしたらちょっと外に出たいということで外に出まして、それで外に出たところで私が袴田さん歩き出したもんですから、釈放されたっていうことが分かるでしょっていうことを何回も言いましたら、ありがとうっていうふうに言われました。だからまあ少し実感がですね湧いてきたのかなというふうに私は思ったんですけれども、まあそれで今ここに分かれてきました。そんな状況です。あと決定の中身について、まず DNA 鑑定の関係をちょっと少し説明してくれますか。そうですね、まあ、今回の決定の中身の中で二大柱の一つになった DNA、まあ、もう一つは水漬け実験なんですけど、その DNA に関する決定の中身を、まあ、読ませていただきました。でそれを読むとですね、裁判官が非常に DNA に、詳しい、相当勉強したんだなと、そういうようなもう痕跡が分かる内容になってました。で非
非常にですね、分析を客観的にやって、しかも中立的なあの立場に立っていまして、まあ、検察側の出したあのいろいろな資料、それから検察側の出した意見書についても、まあ、その意見書が正しいかどうか、その意見が正しいかどうかは別にして、その意見を考慮する というような形で書いてありまして、検察官が主張していたものですね、そういうものを、全て、なんていうんですかね、配慮して、そういう中で検察官の主張が当たらないもの、検察官の主張を考慮しても DNA 鑑定の結果、こういうもの、こういうもの、こういうものが残ると。そしたらそれは、本田先生の結論、それにそぐうものじゃないですか、再審開始の、理由になる、結果になるじゃないですかと、そういうふうにですね、あの検察側の主張にも十分配慮した形で、決定が書かれていて、まあ、DNA 鑑定、まあ、その他の点についてもなんですが、あの非の打ちどころがないというか、非常に理路整然として論理的で、あの何ていうか文句、検察の方の文句もつけようがないような内容になっていたと、そういうふうに感じます。そういうことで内容としては検察側のものに配慮して、それでもこういう結果、こういう結果、こういう結果は、避けられないと、そういうような形で書いてあり、本田先生の、鑑定の結果を認めた上で、もう一つ検察官側の鑑定人の結果も十分踏まえて、そして結論を出していたと、そういうような内容になっていました。私からは以上です。DNA 鑑定を担当させていただいたものとして、あのとても優れた判断をしているというふうに思います。で結局裁判所が言っているのは、いろいろと、まあ、検察官が指摘する疑問のような部分を全て、受け入れて、そういうものを判断しないという形にしたとしても、白半袖シャツの右肩部分に残った確定判決で、袴田さんの血であるというふうに認定されているものが袴田さんとの DNA と一致しないという事実は厳然として残るという、まあ、構成でありまして、まあ、その他のいろいろな細かい部分は全部ほとんどあの検察官の意見を、まあ入れるにして、それを排除したとしてもその部分は残るんだというふうに言っています。それから、検察側の鑑定人の先生のミトコンドリア DNA 鑑定についても、その白半袖シャツの右肩の部分については、それが袴田さんのものでないという結論と極めて整合的であるから、まあ、それも支えになるというふうに判断しておりまして、とても用意周到な判断をしているものだというふうに思います。それで DNA 鑑定の結論が出れば、論理必然的に5点の衣類についての、まあ、判断というものが出ていくということになりますので、それに従って、判断された、しっかりとした判断だと私は思いました。以上です。あと若干先ほど捏造の言葉を使って、開始決定が周到に認定した下りをですね、ちょっと念のために、紹介したいと思います。5点の衣類は DNA 鑑定という科学的な証拠によって袴田の着衣でない蓋然性が高く、犯行着衣でもない可能性が十分あることが判明した。また5点の衣類が発見された際の衣類の色合いや血痕の色は、各味噌漬け実験の結果、1年以上味噌に浸かっていたとするには不自然で、
かえってごく短時間でも発見された当時と同じ状況になる可能性が明らかになる。端的に言えば、確定判決のうち袴田が本件の犯人であるとする最も有力な証拠が袴田の着用していたものでもなく、犯行に供された着衣でもないなく、事件から相当期間経過した後味噌漬けにされた可能性があるということである。この事実の意味するところは極めて重いというところから、捏造された疑いが極めて高いということに結びついていくわけです。要約にして袴田さんが強い言葉ではでっち上げられた事件であるということを裁判所なりの言葉で表現したものだろうと思います。そういう意味でこれからはこの事件の捜査を誤らせ、あるいは袴田さんを犯人に仕立て上げた権力の責任が厳しく問われざるを得ない。それからさらにそのことを見抜けず捜査に癒着して、あるいは検察官の言い分に迎合したこれまでの裁判官の責任といいましょうか、その間違いが正される必要があるだろうと思います。そのためにはどうすればこういう過ちが再び犯されないようにするには、いかなる体制のもとに刑事手続き、司法手続きが抜本的に改革されなければならないかということを強く私たちの前に突きつけているのではないか。今進んでいる法制審議会の審議委員してる審議している委員の皆さんもこのことに正面から目を向けて、取り調べの可視化に進もうとしない、あるいは証拠開示の全面的な開示を実現しようともしない、お茶を濁すような改革では到底許されないということが今日の決定で強く突きつけられたのではないかというふうに思っております。日本プロボクシング協会の、事務局長をしております、袴田の審議会の、支援委員会の委員長も兼任をしております、新田翔成と申します。袴田さんの、支援活動をずっとボクシング協会で長くやってきておりますけれども、私が関わり始めたのは、2006年ぐらいからだと思うんですけれども、2007年の6月ぐらいからですね、袴田さんとの面会権を得まして、これまでに、おそらく30回前後の、面会を重ねてまいりました。ほぼ毎月、面会に行ってまいりましたので、それぐらいになるかと思うんですけれども、袴田さんはその頃になるともう興奮症状であまり会話が成立しないような精神状態にはなっていたんですけれども、ボクシングの会話については多少会話が噛み合いまして、例えば技術的な話だったり、精神的な話だったりボクシングに関わることであれば、割と会話が噛み合うような状態にありました。そういうことで私は面会に行くのは、袴田さんの心の拠り所である、人生を捧げた精神を捧げたボクシングというものと少しでも、触れてほしいということで、毎月、面会に訪れて行ってきました。ところが、ここ3年半はもうご本人が面会拒否ということで誰とも面会をせずにということで、ずっと、精神状態も、それから健康状態もわからないままの状態が続いていました。そういう中でようやくこうしてですね、DNA 鑑定だったり新証拠の、おかげで、再審が決定して、まさか今日ここまでですね、釈放までたどり着くとは本当は思ってなかったんですけれども、本当に、劇的な一日となったと思います。で私は東京拘置所からですね都内まで
2台の車で、移動したんですけれども、1台あの袴田さんが乗っておりまして、私も1台の車に乗っておりました。で、一時休憩で降りた時に袴田さんと本当に3年半ぶりに、面会というかあの再会をしたわけなんですけれども、ご無沙汰しております新田ですというふうに言ったんですが、袴田さんはもうこうやってですね、もうお前なんか知らんというようなことで、全然相手にしてもらえなかったのは非常に悲しかったんですけれども、まあ、でもあの元気が出てきたら少しはお前かというふうに言ってもらえることをちょっと期待をしております。あと今日ですね、午前中に10時に、開始の決定が出たわけですが、私ちょっと事情で行けなかったんですけども、ボクシング界からは、元世界チャンピオンの和島浩一さん、それから、支援委員会の副委員長である真鍋ジムの真鍋会長と2名が、静岡 地裁の方へ、駆けつけて行ってくれました。それで、最新決定を、しっかりと受け止めて、我々に報告をしてくれたという次第でございます。ボクシング界はこれからもですね、袴田さんの、これからますます、支援をしていかなきゃいけないかと思うんですけれども、リングサイドにですね、袴田岩尾シートという、シートを設置しました。これは昨年の5月19日に、ボクシングの日というイベントがあったんですけれども、そのボクシングの日のイベントにの際に、お姉さんの秀子さんにプレゼントしたものです。リーグサイドに2席ですけれども、袴田さんの専用シートをですね、設置しまして、ボクシング協会主催の興行の際には、いつも設置しているんですが、そこに、元気になったら袴田さんに座ってもらいたいなと、リングサイドから、今の若いボクサーたちの試合を見てもらいたいということを願いで、そのシートを設置しました。一刻も早く袴田さんの健康状態、精神状態を回復して、そのシートでボクシングをリングサイドで見てもらいたいと切に願っております。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではご質問をお受けいたしますので、順番に挙手をしていただいて、社名とお名前をおっしゃっていただければと思います。お願いいたします。NHK の石崎と申します。今の皆さんの取り組みだと思うんですけど、今の袴田さん、やはりお姉さんというのがどういう状況でどこにいらっしゃって今何をされていらっしゃるんでしょうか。先ほどちょっと申し上げましたように、お姉さんも実は車にひどく酔われてしまってですね、お二人ともちょっと元気なくなってしまったものですから、それで先ほど見ましたけど駐車場に止まって、それで少し休憩をしていたという、そういう状況です。はい、今多分ですね、その後ホテルに向かうという予定になってましたので、どうでしょうか、もう向かってるのかもしれません。はい、まあどの施設かちょっとまだ確定してはいないんですけども、一番早く手当てをしなきゃいけないのは精神的な問題と、肉体的にも何て言いましょうか、統合失調症の嫌いがあると、それから糖尿病のですね、毛もあるというふうに拘置所の医者が言っておりましたので、決してその後それが軽減しているとは思いませんので、まずそういった心身心と体のケアをですね、信頼できるところで見てもらいたい。それやっぱり一番彼が安心するのは、そして秀子さんも安心されるのは、やっぱり静岡の地でそういう施設を見つけて治療に専念するということではないでしょうか。まだ今のところそこどこになるかちょっと今のところ支援者の方々と相談しながら決めたいと思っております。読売新聞の安田と申しますが、面会されて釈放された後はですね、袴田さんとお姉さんとの間でどういった会話があったかというのを、ちょっと聞きたいと思います。
ていうのを教えてもらえるのか、まだ分かる、分かりません、分かんない、はいはい、そのうち報告があると思います。会話という会話というか、秀子さんの方が良かったねっていう感じでこう駆け寄っていったという感じで、袴田さんご本人は本当キョトンとしてる感じですよね。おそらく状況が飲み込めていないのか、なんとなく釈放されるということが分かってるのか、 あれですけどこう、そうですね、イメージするような兄弟が感動でこう再会して抱き合って泣いてこう喜ぶとかっていう状況では全くなかったです。いろいろ話しかけたりはするんですけど、反応としてはあんまりこう薄いという感じですね。お姉さんもそういう状況分かってるので、とにかく岩尾さんの、生身の姿をこう見れて本当にニコニコ喜んでたっていうのが実際のところですね。毎日新聞の山本と申します。今静岡の事例ということで出てきましたけれども、静岡にはいつ頃取り替われる予定なんですか？もしも決まって、車余裕はありませんけども、その体調、それなりの体調をですね、整えて東京から静岡に移動するに耐えられるような状況が出てくれば、明日にでも、あるいは明後日にでも、あるいは数日後で、今の段階で何とも私でも言えないものですから、勘弁してください、その程度で。いかがでしょうか。東京新聞の澤田と申します。先ほど小川先生が袴田さんがありがとうとおっしゃってたって、それ以外に何か喜びの表現っていうのはありましたでしょうか？そんなんじゃないんだよ。私が応対した時にはそういう喜びの表現はなかったですね。再審開始再審開始と喜んでたのは弁護士と秀子さんで、ご本人はもう鬱陶しいよと、最後早く帰ってくれっていう言わんばかりの状態でしたので、なかなか私と一緒にいた岡島弁護士もすごい大きな声で袴田さん袴田さんって再審開始なんだよといろいろ言ったんですけど、もういいから帰ってくれみたいな感じでしたね。さっき駐車場を決めたところが初めて外に出ないで初めてその土を踏んだってところになるんですか？そうです。でもこっちは金そうですね、こっちを出て車で、そうですね、そこで降りて、でさっき言いましたけれども、ちょっと外に出たいとかって言って、それでうろうろ歩き始めたんですよ。だから私の方でもう自由に歩いてるから、それで釈放されたの分かるでしょ、分かるでしょとかって言ったら、ありがとうって言ったんですね。丸の内の近くの駐車場です。いいね。今ヤフードトップニュースとかでも、毎日の写真とかでも出てますけど、はい、黄色い服で黒っぽいズボンですか、半袖シャツです。寒いと思ったんですけど半袖でいいと言って出てきたんですけど、で表情というか、私が最後に会ったのがおそらく4年か5年前だと思うんですけど、その時から比べるとお顔はふっくらしてるかなという印象でした。表情はなんていうか笑いもせず、ちょっとブスッとしてるって言ったような感じですかね。
にご質問が使えませんでしょうか。すいません、PDF ですけれども、細かい確認なんですけれども、今日の夜は、都内のホテルに向かわれて泊まられて、で明日以降、本人の体調を確認した上で、まあ、なるべく早く静岡の方に向かって、静岡というのは、これはその施設が決まったら、そこに直接入られるということになる。そこまでまだ考えてます。その一時的に入るのか、二次的にそのほぼ長期間確保できる施設があるかどうか、それもちょっと分かりませんので。今日都内のホテルというのは、それは川さんご本人のお姉様という人に泊まれる。いや、弁護人も、弁護人も、うん、静岡から来た人が一緒に付き添いことになるでしょう。都内のホテルというのはどうしたんですか。まだ決まってないんじゃないでしょうか。はい、で、まあ、今日はもちろん出てこられていただいたと思うんですが、明日以降ですけれども、その会見があったりとか、プラスマリ会議があったりとか、そういったものを設定していただいてます。いや、今のところ空白です。ご本人、うん、でも本人、僕らまだ詳しい話もしてませんしね、本人を引き回すわけいかないので、そういったことに耐えられるかどうかをまず調べなきゃいけない。何しろ47年間世界を知らずに来たわけですからね。新幹線のことも分からないだろうし、携帯電話のことも分からないだろうし、なんか車に何十分も乗ったっていうのは初めてだろうと、それでまあ酔ってるんでしょうけどね。だ、そういった生活環境の激変にどこまで対応順応できるか、ゆっくり見極めながら過ごしていただきたいと思ってます。すみません、テレビ東京なんですけど、車で移動中は外の風景を眺めたりされてたんですか、それともこうずっとまっすぐ向いたまんまとか。ほとんど黙って外の様子を見てるという、そういう状況でした。でちょっと耳が聞こえにくいとか、後ろから声をかけてもちょっとあまり、反応していただけない。だから中ではほとんど会話はできてません。こうきっと風景が激変してるんだと思うんですけども、なんかこう建物だったりその様子に驚いたりするような様子っていうのはもうなかったですね。なんか淡々と見てるという、そういう様子でした。はい、他にご質問はございませんでしたか。もしご質問がなければ、これで弁護団の会見を終わらせていただきたいと思います。それでは、お疲れ様でございました。ごめんなさい。住民さん、大丈夫ですか。はい。じゃあどうも。他、よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。